アントン・チプリアン・タタルシャヌは、ルーマニア・ブカレスト出身のサッカー選手。AC ・ミラン所属。元ルーマニア代表。ポジションはゴールキーパー。タタルシャヌは、リーガ2の CS ・ジュベントス・ブカレストでキャリアをスタートした。FC ・グロリア・ビストリツァを経て、2008年5月26日、FC ・ステアウア・ブカレストと契約。なお、2008から09シーズンはローンで引き続き、 グロリア・ビストリツァでプレーした。2009年7月16日、タタルシャヌは UEFA ヨーロッパリーグのウィッペシュと FC 戦に出場しヨーロッパデビューを飾った。2009年8月2日、アウェーでの FC チェアラウル・ピアトラ・ネアムツに出場してリーガ1デビューを飾った。2010年8月19日、2010から11、UEFA ヨーロッパリーグのプレーオフでの グラスホッパークラブ中立戦にて PK 戦でシュート2本をセーブして本戦進出に貢献した。2014年6月9日自由遺跡でセリエ A のアクフフィオレンティーナに加入。ネトがユベントス FC へ移籍した2015から16シーズンからレギュラーポジションを確保した。2017年7月27日 FC ナントに移籍。 移籍金は明らかにされていないが、推定400万ユーロと見られている。2019年6月13日、リオンと3年契約を結び移籍した。アントニー・ロペスの控え GK として加入したとみられる。2020年9月11日、オリンピックリオンは、タタルシャルが50万ユーロの移籍金で AC ミランへ移籍することを発表した。2009年8月、 ルーマニア代表のラズバン・ルチェスク監督によって、ハンガリー代表戦に招集された。初出場は2010年11月17日のイタリア代表戦で、それ以来代表の正ゴールキーパーとなっている。国際 A マッチ73試合で得点。ありがとうございます。